じゃあバンバン行きましょう。これはもう、もうそうですね、旅の恥は書き捨てですけど、そうですね、思ったんですけど、即興の恥も書き捨てということで、そのあれですね、一期一会でいきます、はい、じゃあどうしよっかな。コールさんどうしたいですか。ちょっとパラパラ弾いてみますね。お願いします。じゃあ気が乗ったら、はい、なんか喋ってみて。わかりました。じゃあそれでいきましょう。お願いします。美しい楽器を通して伝えればいい。隣の部屋、上の部屋、わからないけれど音楽が聞こえる。ここと全然違う。でもそれはある。それがここに新しい形を生み出す。僕たちは黒い夜を主人に従え、夜に変わるという。された
スクエアな世界を彩っていく。スクエアに心の絵を窓に止めて、どうか消えてしまわないと形に変えて。主人に従えて、すべて私たちだけの夜の波に揺れる音になろう。夜の波に揺れる音になる。これがバレリーナ。私を引き裂くこともなく心の壁を閉鎖されたその世界、私はもう戻ることができないと壁に描くこともなく戻ることができますと、今日ここで一期一会のようにあなたに出会う、あなたに詩は二個の鍵盤、シャーマニズムは訪れは何かとの出会いは二個の鍵盤を押す。二個は空気清浄機の音に変わって私を立ち上がらせる。空気清浄機の音に変わって私を立ち上がらせる。音が立ち上がる。音が立ち上がる。ほら、音が立ち上がる。音が立ち上がる。音が立ち上がる。糸が見える。貼り付けにさせない糸が見える。黒く滑るピアノの湾曲する鍵盤が語る。雨を越えて思い出の中に誰かの悲しみが流れ遮るなら、誰かの悲しみを受け止めて流れを作る。浄化する必要もなく泥遊び、浄化する必要もなく沼で遊ぼう。浄化する必要もなくただ戯れて、ほらここに美しい沼、一番綺麗な音のする形をした沼。
馬という動物。ピアノは木でできた沼という動物。ピアノにネジを押し込んで弦を張り詰める。そういう鉄の使い方ならいいよね。布が美しくなるから。そういう鉄の使い方ならいいよね。布が美しくなるから。この絵に鉄を張り巡らされるのは魔法がつなぎ合わせる記憶の刃が切り裂いた羽。二人の柔らかな翼が唯一。途切れることなく流れる空気清浄機としての私たち。シワミコの鍵盤は情報を空気清浄していきます。酸素の排出物として二酸化炭素があるなら、私たちは情報の排出物である感情という情報を 0.2 秒前には戻れない。 0.2 秒前の自分を操ることができない。 0.2 秒先の自分にももう追いつけない。なら今毎時 0.2 秒の中で
自分を操ることを課すために記憶に頼らず新しい自分をめくりながら新しい声で新しい遊びを新しい声で新しい遊びを知らない遊び私たちの知らない私たちも知らない遊びがきっとどこかにあるでしょうか。小森さん、じゃんけんをしましょう。ピアノの音で答えてください。いきます。最初はグー、じゃんけんチョキ。ん？負けた？最初はグー、じゃんけんポン。チョキですね、今ね。最初はグー、じゃんけんグー。ん？後出し？ちょっとずれた？もう一回いきますよ。最初はグー、じゃんけんチョキ。ん？後出しじゃないか。いきますよ。リズムを合わせようかな、じゃあ。リズムだけ合わせようかな。最初はグー、じゃんけんパン。おー、あいこ？今の。今のどっちですか？チョキ？負けてますね、チョキ。グー？チョキでは。おー、いきますよ。最初はグー、じゃんけんチョキ。パー？パー。おー、よし。最初はグー、じゃんけんグー。あいこ？おー、負けた。最初はグー、じゃんけんパン。今の？今チョキ。おー、分かってきた。いきますよ。そうすると、OK。うん、空気の流れを読んで小森さんが次に鳴らす音を考えながらじゃんけんに勝てばいいんですね。いきますよ。いきます。最初はグー、じゃんけんグー。どっち？今グーです。おー、あいこか。もう一回いきます。最初はグー、じゃんけんグー。勝った？今パーです。あー、負けた。分かんなくなるな。待って、もう一回グーチョキパン鳴らしてください。グーグー今グーグーチョキ？パ。あ、そっかそっか、ずれてるんだろうね、認識。もう一回グーチョキパーやってください。チョキが、あー、わかりました。いきます。うん、勝ちにいきますね、はい、最初はグー、じゃん、あ、ごめんなさい。最初はグー、じゃんけんパー。パタ、今チョキ。あー、負けた。ダメだな。でも面白いな。じゃあ、じゃんけんの歌、お願いします。僕のじゃんけんは、いつも笑顔。あれあれ、